楊博氏は中国語圏末期から三国時代の政治家。字は聖康。液州県医軍部要件の人。最初は劉将に仕え、諸軍の管理を歴任した。劉備の液州平定後、県威大使となった李和夫から高層に任命される。李玄が軍役所を移転しようとしたところ、楊博氏はこれに強く反対している。後に、李玄の推薦により、 植軍十字に任命された。劉備が冠中をめぐって早々と争っているとき、死兵を挑発せよと言ってきた。そのことについて、諸葛亮に聞かれると、冠中はすなわち、益州の急所で、もし、冠中を失えば、益州も失うでしょう。何をためらうことがありましょうかと進言した。また、劉備に随行していたのりまさに代わって、植軍大衆を代行し、 滞りなく、職務を、全うしたので正式な職軍大使となった。後に、液州地中十字に転任した。医療の戦いでの敗戦後、劉備は、白邸城において、既得となり、諸葛亮も見舞いのため生徒を留守にしていた。この方を聞いた勘家大使の肝とが反乱を起こすと、留守を守る大使流禅に、適切な助言を行い、陳、邸広氏に、肝とを捕らえさせた。 223年、関内校に封じられ、植軍大衆、中節将軍となった。後に、植軍大衆のままで、越期行為になった。227年、諸葛亮から留府長子に、バリスエを任用したいとの相談を受け、長子への能力を高く評価するもその性格に難があると、これにことを唱え向井明を推薦した。二人はかつて友人であったが、洋博氏は、 バリスエのこの長ルが美罪で罰を受けた際、特段の恩情をかけて許すことはなかったため、彼の恨みを買っていた。そのため、ある者は自分こそが長子になりたいのではないかと疑い、ある者は長スエが養殖について工事を取り仕切るのを願わなかったのだろうと疑った。後に、バリスエが真術と異世を起こし諸葛亮に叱責されると、人々は、 陽博氏が指針を持って、長州への入管に反対したわけではなかったと知った。228年、在任中に亡くなった。三国志職所、陽博氏伝によれば、若い頃は、学問を好まなかったが、忠義、清廉、誠実、明晰な人物であり、くじを憂えること、まさに自分の家を憂えるようであった。とある。また、ママ母に仕えて、 高校の限りを尽くしたともある。何しの才能を見抜いて取り立てたところ、あっという間に、洋広氏と同格の大使にまで出世したため、人々は、洋広氏と彼を見出した諸葛亮を称賛した。ありがとうございます。